俺もだ。金城さんまで。早っ。早い。これが総北三年の実力なのか。あかん。すごい速度や。すごい逆や。ワイルド、比べもんにならん。これが3年間、このインハイという舞台で優勝を目指してきた人らの走りか。しかし、ああ、マキシマさん、覚悟できました。今すぐワイラを切り離してください。箱が追いつくのにワイラは荷物です。ワイラを今ここで切り離して先に行ってください。できねえ。近所からの伝言だ。お前たちにはまだ役割がある。俺たちの背中を見届けろ。山の手前までに箱根学園に追いつかなきゃ勝負にならねえって。この状況でわいらにできる役割はただ見守ることだけ。離されるわけにはいかねえんだよ。オラ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 。総北、3年が前に出てるぞ。おお、本格始動だ。頑張れ。くっ、くっ。山の手前まで残り数キロ。ここで決定的な差をつけて総北のレースを終わらせようって箱根学園に。何としても追いつかなきゃ勝負にならないって。この状況で俺たちができる役割はただ見守ることだけ。くっ、変わる。見えろ、ハコガク。まだだ。変わる。変わる、金城。一つも成果を出していない。レース前半で金城さんを引いただけで、今こうして総北が箱学に離されてるのは俺の力がなかったからじゃねえか。下がれ一年。よくやった。よくやっただと。やってなんかない。
俺はチームのために何も。なのになぜ山の手前までって。いっそ切り離してくれた方が。いや、何を考えてんだ俺。これはオーダーだ。チーム戦をやってんだ。今は前に、前に集中するんだ。なんだ、ナルコ。同じや。ワイも今のお前の気持ちと。こないなところでレース終わって、しかも背中見て走れやなんて生殺しや。終了や、インターハイ。終わってもうた。ワイが力がないせいや。同じにするな、俺は。同じやないかい。不完全燃焼やってうじうじして。それはお前にそっくりそのまま返してやるよ。くそ。俺たちは終わりや。背中を見とる。俺たちの背中を見届けろ。見て、すごい。こんなに全力で走る3年生を。すごいよ。こんなに近くで見るのは初めてだよ。あの前に一緒に走った時、牧島さん言ってたことがあるんだ。自転車で。やっぱり俺は自転車でしか会話できねっしょ。自転車で会話するって、なんていうか、あの、会話してる気がするんだ。変かもしれないけど、そんな気がするんだ。あの、今3年生は僕らに強くなれって言ってる気がするんだ。強く。を伝えるために俺たちを残したってのか。俺たちに、俺たちのこれからのために。おっさん、牧島さん、金城さん、この人たちは見とるんか。総北を、ワイらが担う未来を。ナルコ。ああ、スカシー。ありがとよ、小野田。お気に、小野田くん。目が覚めたぜ。これが身を結ぶのは1分後かもしれねえ。それこそ1年後かもしれねえ。けど背中見ろっつうなら見てやるよ。その背中に穴が開くまでとことん。役目終わったっつったの誰だ。お前やろ。ああ、俺だ。ワイもや。変わったな、空気が。小野田か。もっと上げるぞ、田所。他の者は振り落とされるな。山の手前のこの平坦で何としても追いつけ。6人の意志で。捕らえた、アクア君。これで首の皮1センチくらいはつながったか、緊張。いや、まだだ。来たな。振り切れ、深海。OK、中止。並ぶぞ、田所。並ぶ。6人の意志で。
本当に追いついた。まだだよ一年、集中しろ。並ぶんだよ。戦うんだよ。この人たちはほんまに並ぶ気や。箱根学園に帰れ、叩くろ。この平坦で決定的な差をつける。俺たちのそのシナリオを読んだか、近所。さすがだ。遠くからでもプレッシャーを感じるほどの猛追。どんな犠牲を払っても絶対に追いつくという意志。それが総北か、近所。山の入り口まで残り 3.2 キロ。ここで離されたら一気に終わりだ。実力者を揃え、王者として君臨する箱根学園と俺たちが戦う方法は、意志。6人全員が同じ思いを持って前へ進もうとする力だ。一人では折れそうな心、もう一人が拾い、支え、救い上げれば諦めない気持ちに変わる。意志はバイクに伝わり、確実に歩みを進める。後ろがついてきているという事実、それが背中を押す。前に出られなくとも、信じた心が俺たちをアシストする。全員全力、それが俺たちのロードレース、総北の走りだ。なんだ。一歩一歩は積み重なり積もる。その重なりが結果だというのか。強豪だと思う相手と戦うとき、最も大切なことは揺れないことだ。自分が信じた方法を惑うことなく貫徹すること。このジャージは6枚の完成形だ。だから俺たちは6人で追いついた。それが俺のセレクションへの答えだというのか。まさにお前らしいやり方だ。お前らしいチームだ。だが、とんだ仲良しクラブだ。全力で引け、新海。新海。ここで来た。箱根の直線鬼、新海。仕掛けてきた。やはりと言うべきか。山の入り口まで残り2キロ。来たぜ、近所。来た。富士五湖最後の湖、山中湖。ここから山の入り口までは湖沿いの完全なフラット。やつの最も得意とするステージ。なんやあのアホみたいな加速は。これが全国最速レベルか。せっかく追いついたのに。変わる、タバコ。深海は速い。だが追いつく、並ぶ、何としても。最後は山の勝負。俺と牧島で飛び出す。牧島か俺か、およそ20キロ先にあるゴール、インターハイのラストゴール。そこに思いの託されたこのジャージを真っ先に届けるんだ。そのためにはここで差をつけられるわけにはいかない。しゅー、差が広がってるぞ。箱根4番早い。山の入り口まで残り 1.5 キロ。変わる、緊張。金城、おめえはしばらく足休めてろ。ここからは俺一人の力で追いつか。田所っち、明日もし最後に山中湖まで行って、それでも箱学に競ってたら、俺が最高のポジションまで引いておめえら二人を切り離してやるよ。
だからつべこべ言わず全力で預けろよ。山中湖の湖畔の最後の平坦がスプリンターの俺にとってのゴールだ。先言っとくぜ、ありがとうよ3年間。こいつが総北名物肉弾列車だ。どけおら箱掛け、おらおらおら、早いぞ総北。箱掛けに負けてな、追い上げてるぞ総北。おらおら、まさかおっさん。ああ、山の入り口まで引いて金城さんと牧島さんを切り離す気だ。それって荒北さん！小野田、覚悟しろ。俺たち総北にもバラバラになる時が必ず訪れる。明日は今日のような救出はしなくていい。田所さん、感謝してるぜ金城。1年のウェルカムレースでビリだった俺が。今こうしてインターハイの最終日、ハコガクと接点、それもこれもお前がいたから、お前の強い意志があったからこそ。最強のチームに仕上げてみせる。強さに驚けハコガク。今年あの明豊のゴールラインに最初に到達するのはこのジャージだ。おい赤頭、見てるか赤頭、後ろから刻めよ赤頭。俺は金城と牧島と3人で総北をここまで強くした。王者ハコガクと互角に戦えるまでに、お前はこれからお前の仲間と総北をもっと強くするんだ。おっさん、おら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 。田所、お前はいつも俺や牧島の前にいた。道を開いてくれた。叫んなよてめえこら。俺たちの本当の力見せてやろうぜ。心配すんな、安心してついてこい。田所、ありがとうと言いたいのはこっちだ。うれ、俺はお前と走れた3年間に感謝している。最高の仲間や先輩、そして後輩に恵まれたこと。田所、牧島、総北は最高のチームだ。絶対にハコガクに追いついてやるぜ俺が。総北範囲超絶スプリント、差が縮まってるぞ。進化、いけつけ、うれうれうれ。もげるもげる、酸素足んねえ、いくら吸っても足んねえ。分解しそうだ足、もげそうだけど、ハンドルにしがみつけ、チーム引っ張る最後のゴールだ。ペダルを踏め、俺は田所陣、暴走の肉弾と根性だけは誰にも負けねえ。この最後の平坦がスプリンターの俺にとってのゴールだ。山まで残り 500m。 総北、ハコガクのホイールを捕まえた。田所さん、すげえ田所、メガビキ、メガモニペキ。山の手前でハコガクに追いついた。田所さん、無理だと思った差を土壇場でなくした。クソかっこいいっす。まだだ、並ぶ。ハコガクと並んだ。総北すげえ。山の手前まで残り200。この勝負マジでどっちが取るか分かんねえ。緊張、マキシマ、根性だけは誰にも負けねえ。約束果たしたぜ、最高のポジションまでジャージを運んだぜ。
全国に名前轟かすのはワイです。俺だ、いけるかもしれねえ。だぜ、戻ってきたぜチーム総合。頼むぜゴール。マックス賢者おっさん。よいよ山田、誰が出る。エースクライマー堂々陣八。1年生クライマー真波山岳。昨日の覇者鉄拳ナンバー1福富純一。箱掛け隙がねえ。最強の布陣で山を制する。総北は誰も出ない。おい近所出るっしょ。おいどまさかこれほどに残酷なのか。ロードレースとは。今日のお昼の放送は、なにわのスピードマン、鳴子章吉がお送りしてます。では今日も、一曲かけさせてもらいますわ。本日は、1年の今泉俊介くんからのリクエストで、映画、風と思い出のメロディーのメインテーマです。切ない旋律が胸を打つ、映画史上にも残る名曲だと思います。今日のコメントも透かしとるな。